今回ね、暗号通貨の報告義務ということですよね。例えばウォレットからウォレットとかね、それから取引所から取引所、これが国内の取引所とかウォレット、海外の取引所がウォレット、とにかく暗号資産を移動するたびに報告をしなさいということがね、課せられております。ただこれアメリカの方針ですね。今のところアメリカの財務省、1万ドル以上の暗号資産の送金は IRS 内国歳入庁、これ国税庁っていうところですね、日本でいうと。こちらの方へ義務付けしてくださいということで方針が決まるようでございます。日本でもね、やっぱ暗号通貨に対する規制と、あとは税制改正ですか、こちらの方がこれから話題になってくると思うんですよ。もう明らかに暗号通貨によってですね、富豪になったりとかね、財を成したりとか、それであと商品の流通とか決済とかに用いられることがこれからもっともっともっと増えると思うんですよね。で、不正に使われることもあるということなんですけども、この辺に関しましてはね、暗号通貨が不正に使われることとかっていうのは、ブロックチェーンでね、たどるとずっとルートが見れるんで考えにくいと思うんですよ。だからそういうふうに、闇のマーケットで使われるからどうこうっていうのはちょっと当たらないかなと思うんですけども、この辺はね、役人肌の頭の硬いところって分かってないところだなと思います。逆に現金の方が不正に使いやすいですよね。要するに茶封筒で人から人へ渡しちゃえば、それこそ報告しなくてももう何のログもつかないですからね。この辺頭が固いなと思うところでございますね。どちらにしても暗号資産の送金に報告義務監視強化ということで、URL を動画概要欄に貼っておきますのでご覧ください。